魔力をコントロールできるようにこれから訓練すればいいのよ。私と一緒に頑張りましょう。一緒にいてくれるの？もちろん、これからもずっと一緒よ、キース。ありがとう、姉さん。これは一体何でしょうか？それは、まさか婚約者にこんなものを投げつけたりはしないですよね？まさか王子におもちゃを投げつけた罪で国外追放に？木登りやおもちゃのことをクラエス夫人にお話ししなければ。そればかりはお許しを。ジオーナ様。私はソフィア様の絹のような白い髪も、ルビーみたいにキラキラした赤い瞳もとっても綺麗だと思います。また遊びに来ていただけると嬉しいです。そしてよければ私のお友達になってくださいませんか？